ッドモーニング皆様、柳橋ゆいです。おはようございます。今日はね、ちょっとゆるっと身支度をしていこうかなと思います。はい、ということで最近ね、お家にばっか行ってちゃんとメイクとかあまりしてなかったりするんですけども、今日はゆるっとメイク動画やっていきたいと思います。でね、最近コスメとかも全然買いに行けてなくて、でもこうブランドさんからよかったら使ってくださいって言って送っていただいたものとかもあるので、まあ今日はそんなものとかも使いながらぼちぼちやっていけたらなと思います。ではね、早速始めていこうと思うんですけど、実はまだね、顔も洗ってないの。あの、朝ヨガして、ちょっとこのなんかトレーニングウェアなんだけど、歯磨きました。匂いませんよ。はい、ということで、顔洗うのってめんどくさいじゃん。スキンケアは好きなんだけど、顔洗うのが嫌いなんですよ。わかる人。そうだ。で、最近ね、これを使ってます。ボタニカルエステのシートマスクモイストってやつで、これすごいんだよ。化粧水、美容液、乳液、クリーム、パック、化粧下地っていう効果があるらしいんだけど、まあこれをね、顔に貼っていくよ。すごい。はい、はい、はい。こんな感じで、貼るだけ。貼って55秒って書いてあった。なんで55秒なんだろうね。こうちょっと1分切りますよ的な感じなのかな。わかんないけど。で、このシートマスクは、なんかもうこれで、化粧下地まで OK だけど、私はさすがにね、それだけじゃスキンケア物足りないというか不安なので、この後にいろいろ塗りますけど、まあ、乾燥肌じゃない人とかこれ一つで大丈夫かもしれない。まあ、お肌と相談してください。ということでね。はい。じゃあ、このまま55秒。ピッポ、パッポ。はい、1分2分ぐらい経ったかなっていうところで外していこう。よいしょ、よいしょ。チュッ。チキーン。で、これは終わったのはもう一回、もう一回首につけよう。首のケアも大事なのでね。うん、うん。潤っております。よいしょ。そうしましたら、次に私はちょっと美容液を塗っていこうかなと思います。で、美容液はこれ。これね、あの、美的6月号の付録についてたアスタリフトの美白美容液です。なんか、せっかくだから使おうと思って。で、これにいつも使ってるビタブリット入れていこう。ビタブリット本当はね、化粧水にいつも混ぜてるんですけど、これパックやっちゃったから、今日は美容液に混ぜていきます。で、そしたらクリーム、トレンディの銀クリームを少しだけ乾燥しやすいこの頬周り、口周りに少し塗っていきます。目元とちょっと塗っていく。手首にもいとこ。で、そしたらムセレンディの頬葉クリーム。はい、じゃあ次ベースメイクやっていこう。ラロッシュポゼの UV レアガチャガチャガチャのローズですね。これね、すごい、これちょっとね、見えにくいと思うんですけど、ピンクベージュ系の色で白浮きしないんですよ。でね、 SPF50 プラス PA4 プラスあって最高数値なんですけど、全然白浮きしなくて、しかも乾燥とかなんか肌がこう重い感じもしないから、すごいいい。これは今年一番のヒットかな。全然髪の毛の腹綺麗に見えちゃうっていうね。で、このまま首もいこう。よいしょ。日焼けしやすいからね、首も。そしたら次がこれ、はい、セレンディのエッセンシャルシルク BB クリームってやつですね。で、出して、よいしょ。で、
ちょんちょんと頬の中心にのせたら、ビューティーブレンダー水ありのスポンジでトントン叩いていく。はいはいはい。手に取ったやつを少しスポンジで取って、この鼻の周りとか赤みきんなとこだけポンポンしていきます。はい、こんな感じで塗りましたら、次はパウダー塗っていくよ。パウダーはこれ、はい、カバーマークのシルキールースパウダーです。目元、眉にのっけていって、おでこ、鼻、フェイスライン。次アイシャドウいきます。アイシャドウね、これ全然見えないよ。はい、RMS のこれは何ですか、デザイアミーデュオってやつで、これいただいたやつなんですけど、こっちの明るいお色アイホール全体塗ってきますね。これがさ、すごい可愛いので、本当はハイライターってなのかな、なんだけど私はアイシャドウとして使うのがすっごい気に入ってて、これを塗るだけでこの後塗るアイシャドウの色味がなんかすごく良くなる。で次こちら、クリオのプロアイパレット05ローステッドローズっていう色ですね。この一番濃い色を塗っていきます。さっき塗った RMS のがすごい可愛いから、重ねて塗る方が私は質感も発色もみんないい感じになる気がする。そしたらアイライナーを入れていこう。アイライナーはこれ、これはねファシオのパワフルステージェルライナーのブラックです。こんな感じで中引いて、でそしたらアウトも引いていきます。アウトちょっと細めでいこう。目尻ちょっとしっかり目に入れていこうかな。続きましてビューラーでまつげ上げていきます。グイッとねいくよ、はい、いろんな流行りがあるのだけど、私はやっぱりグイッと上がってるまつげが好きです。マスカラはファシオのパワフルカールマスカラメガボリュームです。メガになりました。前まで使ってたのは普通のボリュームだったんだけど、こっちメガボリュームだそうです。どっちもブラックです。ちょっとブラシの形状が違うんだよね、今までのやつとこんな感じ。メガだよ、メガボリューム。でもね、ぶっちゃけそんなに変わんない普通のボリュームタイプ、こっちの黒い方が好きかも。塗りやすさ、ブラシがこっちの方が太いんだよね。こっちの太い方、普通のボリュームタイプ、黒い方が私はブラシが塗りやすいんだよね。はい、こんな感じでマスカラ上が塗り終わりました。やばい、黒い方が使いやすい。そしたらさっき使った RMS のデザイアミデュオ筆にとってね、で、よいしょ、塗っていきます。で、そしたらまたマスカラ下まつげ塗っていきます。はい、こんな感じでアイメイクが完成です。次、眉毛。ちょっとね、先に眉マスカラをするのがハマっているので、あら、手が汚い。これ、エクセルのアイブロウマスカラ BM01 というお色ですね。これを先に塗っておく。最近、少し明るめにするのが眉ブームなんだよね、眉毛は。で、先に塗ったら少し乾燥させます。で、乾燥させてる間にチークを塗っちゃおうということで、チークこれ RMS のティントデイリーリップバームパッションレーンっていう色なんですけど、これ本当はリップなんだけどチークにも使えるのね。だからチークにも使っちゃってる。で、チュン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 、最近ねチーク濃いめがちょっとまた私の中でブームが再燃してるんですよ。チョンチョン置いたらチュン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 って、かわいいチークだよ、勝ってるよ、勝ってるよ、34だから私。
もうちょいいけるかな。なんかね、ポッペがピンクの方が可愛いっていうのにまた私の中でなってて、その代わりリップはやっぱりベージュピンクとかにしてます。そのバランスがね大事だと思う。はい、こんな感じでチーク、うん、で次眉毛描こう。眉毛はよいしょ、パウダーこちらですね。エクセルのパウダーアイブロウ SE03 という色で、この上2色を混ぜて描いていきます。はい、眉毛はい、眉毛ってなんだ眉毛完成で、眉毛描いたらちょっとお手手でノーズシャドウを入れていこう。このまま少しここ伸ばすだけ。普段はさ、ちゃんと筆とかでやってるんだけど、めんどくさいからちょっとこう伸ばしとけば嫌みたいな感じです。はい、眉毛。続きましてリップクリームです。このパッションレンを塗っていく。背景ほんとピンクベージュのお色にハマりすぎていてこの色可愛くない？なんか前色いただいたんですけど、このパッションレーンっていう色が今私の気分に超ドンピシャで可愛いみたいなで、これ塗ったら最後これ、はい、ボビーブラウンのクラッシュドオイルインフューズドグロスの03。これはこういったピンクベージュのグロス、これ塗ってこう、お気に入り。メイクが完成です。で、前髪下ろします。よし、じゃあ髪の毛もやっていこうかな。はい、じゃあ髪の毛をやっていきます。下ろした。で、前髪から、前髪はふわっと巻く。大丈夫大丈夫、安心して、まだまだ騒がないで、髪の毛もさ、ぶっちゃけさ、もうどうでもいいじゃん。え、そんなに頑張らなくていいから、ゆるく巻いていこう。さっきお団子に朝してたから、だいぶ跡もついてるので、ちょっとゆるくね、巻いていくだけでいいんじゃないかなと思うよ。もうこんなの適当でいいのですよ。うまく巻けなかったら、髪の毛を結べばいい。そんなんでいいと思う。セーラームーンみたいになっちゃってるし、セーラームーン誰が好きでした？私ね、誰だっけあの人忘れちゃった好きなくせに名前出てこないんだからね絶対好きじゃないよね私ね、友達小学生の時からいなくて、公園でね、セーラームーンごっこを一人でやってたの。ずっと公園でムーンプリズムパワーメイクアップって一人でやってたの。もうね、小学生の時から私やべえやつだったんだなと思って。はい、こんな感じでね、まあ、ゆるっと巻いていくんだよ。ゆるっとゆるっと、スイッチオフ。完了いたしました。エヴァがさ、やるよねエヴァ、ドゥ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 、あの音楽聴くだけでイヒーってなるエヴァ聴くだけねえ、もうなんかエヴァってなんであんないいんだろうね。やっぱエヴァは誰が好きですか？カオルくんですか？アスカラグレイですか？ヤナミレイですか？私はやっぱりシンジくんだと思います。みんな何見てます？水はね、サラリとしか見てないんだけど、僕のヒーローアカデミアとワンパンマンは結構見てて、ワンパンマンのあの埼玉の絶対的な強さ、あの強さのみを追求したシンプルイズベスト、かっこいいなと思って。だからバキで言う花山薫みたいな感じなんですよ。花山薫のあの拳のみみたいな、こう技とかなんかそういうんじゃなくて、もう男はパワーのみみたいな、かっこいいなと思って。はい、そんなことで
プロダクトのワックスです。これを大量に塗ります。やっぱさ、あのハイパー山香はさ、本当にすごい素敵な。でも私レッツ介護も好きなのよ。あのこの雑誌があるみたいな感じがかっこいいなと思って。はい、ってことでこんな感じで完成です。今回はまあこんな感じでゆるっと身支度してみましたが、いかがでしたでしょうか。今ね、こうおうち時間が増える中で、もしかしたら自分だけのために時間を取れないという方もいらっしゃるんじゃないのかなと思うんですけども、まあ、そんな中でもこうたまにはね、ちょっとメイクしてみたりとか、素敵なお洋服着てみたりとか、そんな時間をね、楽しんでいただけたらなと思います。で、私もブログとかインスタでも日々いろんなことを垂れ流して発信しているので、よければそちらとかもご覧いただけたらなと思います。皆様のおうち時間が少しでも楽しくなればいいなと心から願っています。それでは皆様、素敵な一日を。バイバイ。